楠木正末は、鎌倉時代後期から、南北朝時代の武将、河地国の豪族、楠木正きの弟、七郎、立脇と称した。楠木正き千波城にて音楽家の英気を、レースの図、千早城の戦いの牢城戦を武学で鼓舞する、楠木正末現行す3年、昭京2年2月22日から、うるう2月1日にかけて、上赤坂城の戦いで、 首相平野将軍入道の元副将として活躍する。1336年に、兄の正重は、九州から京都を目指す足利高氏の軍に対して、日田吉貞の指揮下で戦うことを命じられ、港川の戦いで敗北する。そして、兄、正重と共に、自害して果てた。正重と正成の死に関しては、太平記巻記、第十六、 正重兄弟うちじにごとに述べられている。敗走して、手勢の少なくなったクスの木勢73人は民家に駆け込み、六軒の客殿に二列に並んで座り十年を唱えながら自害したという。死に際に、正重が正末に九回のうちどこに行くことを願うか、とうと正と、は七尾までただ、同時人間に生まれて、朝敵を滅すサバヤとこそありこうへと答えたという。 これは、後の七尾報告の語の由来になった、野口宇上の先祖という伝承もある。ありがとうございます。